やる気、元気、玉木、霊感タロットの玉木のズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題は、じゃん。イエス可能でご質問を占うコーナーでございます。はい、基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法は動画概要欄に書いてあって、で、ツイッターで空き情報とか、この日、空いてるや、空いてないよ、などなどアナウンスしています。で、お知らせ3つあります。まず、オンラインサロン、玉木の人生向上委員会。こちら、毎日、今日はこういう日だからこういうことに気をつけてねっていうのを発信したり、週刊音声やったり、サークル活動してます。で、二つ目、ズバッとタロットは、意味が正位置、逆位置、こう書いてあるので、その日からすぐに占いますよ。で、三つ目、人生後半を学び合うオンラインサロン、マチュール。こちら、2月末まで無料期間が延びましたので、ぜひ、人生100年時代の後半戦長いので、お金、仕事、パートナー、ね、誰とどう生きるみたいな感じで、真剣に話し合ったり学び合いませんかみたいなサロンでございます。お待ちしております。新年会とかもありますよ。で、イエスかノーでご質問を占うコーナーでございますけれども、まず、質問は、質問をいただいた順番が早い順に読んでます。時系列で読んでます。今、12月上旬から中旬くらいの質問かな？はい。で、リクエストは、今見てる動画のコメント欄には書かないでね。で、固定コメントにも書かないでね。固定コメントに貼ってあるリンク先の動画、この動画の固定、この動画のコメント欄に書いてねっていう、そっちの動画のコメント欄に書いてください。はい。そこ以外のは、イエスのは受け付けません。まあ、イエスの関係なくて、例えば、ストーリー形式になってもうザーって長い一本の動画になるようなやつはもうどこに書いていただいてもいいんですけれども、はい。で、三つ目、一人一回二問まで。で、一回質問したら5日間くらいは空けて連投は避けてください。では今日の一つ目です。はい。旅行や引っ越しの方位は大事と言いますが、どうなのでしょうか。実際、大凶方位に引っ越してから、ろくなことがありません。タロットさんはどう思いますか？よろしくお願いします。なんか、調べて引っ越したりしたことないや。私は。ね、皆さんそう気になさるよね、結構ね。方位、方角。どうなんだろうね。タロットさん、方位関係あると思いますか？みたいな質問にするね。なんか、こう、肯定的なカードが出たら、ポジティブなカードが出たら関係あるんだと思う。なんか、もやもやっとしたカードが出たら関係ないかな。方位、方角、皆さん気にします？いや、人生でほんと気にしたことないや、なんか。ね。どうなんだろうね。能天気な占い師だなって言われちゃいそう。力、悪魔。ああ、関係あるかもね。ズバッと出ました。ああ、関係あるかも。うん、使い方によっては力を発揮できそうだけど、ただネガティブなカードも一緒に同時に出てんだよね。対策注意点が死神なんだよ。方位、方角は気にした方がいい？なんか関係あるっていう質問で対策注意点に死神。ああ、これどう届くかな。いやー、なんか気にしないとやばいよって言ってんのか、逆に気にしすぎるとやばいよって言ってんのか、どっちにも取れるなと思って。いや、なんか力にはなってくれそうなんだけど、ネガティブカードも出たんだよな。これなんかさ、なんかいろいろ流派とかさ、戦術によってもさ、方角とか方位って違うくない？違うよね、多分ね。なんか正しいものを使わないと逆に真逆な感じになりそうだねって思っちゃった。方位方角って種類一個だけ？いや、いっぱいありそうじゃない？どうなんだろう。とりあえず、三角、力にもなってくれそうなんだけど、使い方なのか、流派なのか、使いすぎなのか、何なのかをちょっとわかんないけど、何か、流派かな？流派とか何かによっては、むしろやらない方がいいみたいな。むしろ真逆な効果になっちゃうから。だから、どうかな？いいカード半分、悪いカード半分くらいなの。なんか気にしすぎちゃって病んじゃうくらいなら、私みたいに今まで、私の今までみたいに、
調べたこともなかったわ、くらい。なんか、そのくらいでいた方が、なんか、まあ、いいかもしれないね。なんか、半々くらいだよ、これ。半々くらい。微妙な感じになっちゃった。うん。そっか、うん。微妙な感じでごめんなさいね。はい。続いて、オメガ3でいいのかな？エゴマオイルやアマニオイルは体にいいでしょうか？ずっと良いと思い取っていましたが、オメガ3はプーファってなんだそれというものがあり、それが体に悪いなら取らない方がいいと聞くようにね、気になっています。じゃあ、とにかく、オメガ3じゃないよね。オメガ3でいいのかな？の、オメガ3、そういう系統のオイル。私もさ、一時体にいいって聞いてさ、買ったことあるけど、冷蔵庫に、ちょっとだけ飲んで冷蔵庫に眠りっぱなしだ。そろそろ処分しないと。何年くらい寝かせちゃったかな、もうね。ダメだよね。そんな何年も寝かせちゃったら。体にいいですか？そう、この、何々は体にいい系はさ、わかんないよね。何がどこまで本当だかね。売る人は商売でやってるからさ、売りたいじゃん。ね。でも本当に体にいいから進めたいんだ、広めたいんだってやってる人もいるかもしれないじゃん。だからわかんないよね。いろんなものが入り乱れてて、体にいいか。ズバッと出ました。半々なんだよな。いや、確かに、ね、何かがこうサラサラになって、流れが良くなるとか、何かがこう蘇るみたいな感じは、出てるんだけど、悪い効果もありそうなの。一長一短って感じなの。だから 100% いいかって言われると、三角かな。三角。ね、一問目に続いて二問目も三角、半々くらいいいカード。いいね、良い効果もあれば、悪い、あんまり良くない効果もありそうだな、みたいな。なので、ほどほどにしとけば、みたいな、そういう感じなので、三角で、はい。続いて、2025年に何が、日本が滅亡するのか、人が忽然と消えるのか、世界線を移動するのか、今ここは仮想現実で、この世界から元の世界に戻るのか、元からいなかったかのように消える人と残る人がいるのか、それともそれらは何も起きないのか。ちなみに今まで2025年占ったやつは戦争って出たけどね。それともまた違う質問なんだね。何択だこれは。日本滅亡。人が忽然と消える。世界線移動。元の世界へ戻る。元からいなかったかのように消える人と残る人がいる。何も起こらない。六択ですね。六択。一、二、日本は滅亡。うん、三、四、5、6。ズバッと出ました。ちょっと待ってね。1、日本が滅亡する。これは滅亡みたい。ああ、正義。なんか、起こりそうだね。でもね。日本が裁かれるみたいな。人が忽然と消える。これはないかな？これはノーかな？世界線を移動する。移動するっていうカードではない。今、ここは仮想現実で、この世界から元の世界に戻る。それも違う。元からいなかったのように消える人と残る人がいるか。消える人と残る人がいるか。消える人、これも違うから、そんな明るいカード、じゃないよ、多分ね。そんなに明るい感じじゃないよね、それね。何も起きないのか。多分、日本は何か裁きにかけられる的な、どっちにすんのみたいな。っていうか、どうする裁くけど日本のことみたいな。なんか、それこそ前さ、2025年何が起きるのか戦争で、みたいなさ、カードが今まで出ておりますけど、うん。なんか、日本は何か起きると思う。で、間のごちゃごちゃごちゃっていうのは多分なくて、そうだね、その世界線云々とか仮想現実でみたいなのは多分違う。うん。審判、もっと、普通、なんだろうな。何も起きないのか。だから2番から2、3、4、5、2から5は起きなくて、なんか日本は裁かれて、それ以外は、の、2番以降の質問は何も起きないかなっていう感じがしました。はい。2023年中にベーシックインカムが始まる。そんな大事なこと1年で決まんないと思うよ。
あの、異次元の子育て、なんとか、じゃあ異次元の少子化対策か。あれですらさ、やっと始まったみたいなレベルだからさ、日本。そんな突然始まるかな、わかんないけど、2023年中にベーシックインカム、そんなにスピード感がある国とは思えないんだけど、ノーかな？うん。これはすごい、すごいね。タワーと死神と悪魔が全部出た。ズバッと出ます。うん。100% ないと思う。すごい、すごいね、これ。なんか、スクショしときたいくらいなんか、豪華な悪魔3点セットみたいな、タワー3点セットみたいなさ、ね、死神、悪魔、タワーみたいな。ないと思います。はい。なんか、天変地異が起きてもないと思う。続いて、マクモニーグルさんが書かれた卑弥呼の似顔絵は似てますか？卑弥呼の死因は病気、老衰、人柱のどれでしょうか？マクモニーグルさん。マクモニーグルさんどれ？マクモニーグル。これか。これだって見える？マクモニーグルさんの書いた卑弥呼の似顔絵。はい。これね。なんか、意外とこう、現代にいそうなね、ちょっと親しみのあるお顔ね。似てますか？まあ、今のお顔見たらさ、なんか、日本人の顔をこう、平均化したような顔だね。言ってしまえば、平均的な顔を描けば、なんか誰にでも似ているかもしれない。どうかな？マクモニーグルさんの描いた卑弥呼の似顔絵。審判。ズバッと出ました。審判はいいカードだけど、それこそあれじゃない？なんか似てるは似てるんだけど、うん。多分、なんか、卑弥呼じゃなくても、誰、どんな人をこう、ね、の顔を当てはめても、似てるねって顔に書いてないそれみたいな。そんな感じな気がする。誰にでも似たように書いてないかなみたいな。なんとなくね、なんかそんな感じがするんだけど。似てる、だから、似てますかと言われると、うん。まあ、これも三角で、似てるは似てると思うんだけど、もうまんべんなくいろんな人に似てるように書いてるような気がする。卑弥呼の死因は、病気、老衰、人柱のどれでしょうか？それ以外はないの？病気、老衰、殺されたとか、殺されたと人柱はまたあれだよね。違うよね。暗殺されたとかさ。タワーが出たね。病気、老衰。ああ、病気ですね。ズバッと出ました。病気だと思います。忍者の逆が出たので。病気だと思います。そして卑弥呼らしく対策注意点に太陽が出たので。卑弥呼らしく太陽って、大丈夫？続いて、ひつき神事の都市伝説会、とても楽しみです。ああ、そうね、やったね。あ、これそうだ。これ、ひつき神事のご質問にそのまま使わせていただいたので、パスっていうかもう占ってます。ありがとうございます。はい。なぜ、曲がった神社だったのか。はい。そのまま占っちゃいましたね、これね。次期総理大臣は誰が良いかを考えたとき、女性なら小野田紀美さん、高市早苗さんで、男性なら菅さんか大山さんで、人気だけで行くなら河野さんかなと個人的に思います。上記に名前を挙げた人が総理に選ばれることありますか？また、青山さんは防衛大臣になってほしいという声もあり、僕もそう思うので、青山さんが防衛大臣に選ばれることありますか？まず、小野田、高市、菅、青山、河野、この5人、5択。この5人が総理大臣になることあるか。はい、1位。お？小野田さん？これ。小野田さん4が出たよ。すごいね。高市さんの菅さん、イエス。菅さん再びやり得るか。青山さんの河野さん、イエス。まあ、可能性の問題で行くならズバッと出ました。小野田紀美さんはあり得る。高市さんの菅さんイエス。青山さんの河野太郎さんイエス。はい。可能性ね。うん、
続いて、青山さんが防衛大臣に選ばれることはありますか？タワーが出た。ズバッと出ました。なんて読むかなー、太陽も出てんだよなー。可能性としてはゼロじゃないと思うの、タワーが出てるけど。誰かの裏切りにあってなれないとか、もしくはでもタワーって大激変だからさ、太陽も出てるでしょ？賢く、ずる賢く、なんか外堀を固めてとか、計算高くすればなれる気がするんだけど、なんか正面から言ったら玉砕しそうな気がするんだ。タワー出るのにノーじゃないのお前みたいに思うでしょ、別にノーじゃないんだ別に。タワーが出たから、ノーっていうことじゃなくて、すごいなんかこれによって、なることによってさ、日本がめっちゃ変わるみたいな意味かもしれないじゃない。三角。成功法で行くとなれないと思う。ただ、裏切り者が出たりしないように、すっごい、賢く、ずる賢く、慎重に、奥の奥から、闇の勢力、わかんないけど、なんか、暗いところからこう固めていってみたいな、すればなれる可能性もあるかな、みたいな感じですね。はい。今日はこのくらいにしました。ね、ちょっと今日言わせてよ。今日、ヨドちゃん、クジラのさ、ヨド川に迷い込んじゃったヨドちゃんがさ、死んでさ、沖に沈めるやつをさ、ずーっとテレビでやってたの。今、見てた人いる？ずーっとやっててさ、でさ、昼ご飯のさ、私昼ご飯食べるんですけどって時にさ、クジラの死体が、ガスが出て臭いとか言いながらさ、ずーっと映してんだよね。あれ、哺乳類じゃん？で、でかいじゃん。普通さ、テレビの大画面にさ、なんか、例えば、象の死体をずっと映しておくとかさ、ライオンの死体をとか、人間の死体をとかさ、犬とか猫とかの死体、死骸死体をさ、テレビに映しておくみたいなこと、しないじゃん。絵的に。気分悪くなるから。クジラはいいわけって思って、私は良くないと思うんだけど。なんかずーっとさ、それをクジラをずーっと映しててさ、なんかもう、それ、哺乳類だぜ、みたいな。まあ普通に魚だとしても、嫌じゃん。なんかずーっと死んだ魚の絵をずーっと画面に映しとくとかさ、嫌じゃない？なんかこんなに、なんで私こんな嫌なの？私だけなのかな？みんな平気なのかなと思って、なんかすごいずっともやもやしてたの一日。なんでかなーと思う、なんで映すんだろうなーと思って。映さないじゃん、普通死んだものをそんなに長時間。なんか私の感覚がおかしいのかなと。はい、じゃんけん、たまーき、じゃんけん、ぽい。パーなのでチョキの人の勝ちだよ。だね、バイバイ、ありがとうございます。